1> m 1王者ミルクボーイ1月のプレゼンターに決定。コマはしれっとそのまま2月3月4月と出続けさせて。m 1グランプリ2019で初優勝したお笑いコンビミルクボーイがフジテレビ系目覚ましテレビ。月並みダッシュ金曜前5時25分で1月担当のマンスリーエンタメプレゼンターに決定したことがうんかった。 同コンビはボケ担当の駒箱を33とツッコミ担当の内海隆史34の漫才コンビ。共に大阪ゲース部大学の落語研究会で見。結成13年目で初の M-1 グランプリ決勝進出を果たし、史上最高得点で最終決戦に駒を新めた。 最終決戦では、モナカを題材としたネタを出遊し、見事優勝。1、5代目王者に輝いた。そんな大注目のミルクボーイは、6時台のエンタメコーナーをはじめ、今時。目覚ましじゃんけん、灰原コード組などを行為、7時台からは MC の一人として番組終了まで登場。 エンタメ担当のカルベ新一アナウンサー57と共に様々なエンタメニュースを伝える。今回の決定にコマ場は嘘だろうと思いました。でもとても嬉しかったです。とまさる喜び。うつにも僕らでいいんですか。目覚まし三 c 切りすぎです。と顔をおらばせた。 また、駒場は同番組を小学生の頃から見ているそうで、今日の番子を最後まで見ると投稿時間にギリギリになるのですが、絶対見たかったので見終わって小走りで同行していましたと懐かしそうに心理返った。そして最後に駒場は皆様に素敵な1日を過ごしてもらえるように願張ります。そしてしれっとそのまま。 2月、3月、4月と出続けさせてもらおうかと思います。よろしくお願いします。と意気込んだ。ミルクボーイの出演は1月85 2 22日の予定となっている。2倍承知エコ、トラさんに涙、お兄ちゃんは禁出ると思う映画、男は辛いよ、舞い祭り。 シリーズ5、0作目の映画、男ラ雷をおかえり、虎さん、27日公開、山田洋次監督。の前夜祭が26日、東京、丸の内ピカデリーで行われ、虎さんファミリー13人が勢ぞろいした。虎の妹、ら、賠償、千恵子も、恋人、リリー、朝尾、カルリコも、虎さん愛に涙涙だ。賠償は50年かけて長い映画を撮り終えたよう。 お兄ちゃんは桜よく頑張ったじゃないかと喜んでると思うと言うと目は涙でいっぱいになった。息子の三つを吉岡秀隆がお母さん大丈夫見守ってくれてるよと言えば桜は生きてて良かった。広ロも深くうなずきながらうん良かったと返答。ねえ、あなたと夫の広ロ前田銀で。え リリーとしてトラさんの帰りを今もずっと待っていますと挨拶した朝岡。もらい休憩する観客が続出した。リリーさんはどの役より一番やりやすい役と懐かしみながら役への思いを彫っていた。6本も出られたことがどれほど嬉しいか。 三藤波と長州が1、4、5東京ドームシティでな勝負数え歌代理戦争勤務用8時のプロレスコラム。先週このコラムで新事実化。藤波新南寺の8、8年飛竜革命を長州力がその場で目撃していたびっくり。というタイトルで書いたところかなりの半響きがあった。 やはり名称深添え歌を繰り広げた藤波達男寺65イコールドラビシ4イコールと聴衆力67イコールリデッドエンターテインメント界をサムイコールのレジエンド人気は不滅だということで今週も今月13日に東京台東区の東洋館浅草フランス座ンゲーバで開催されたネットをブルスイングトークイヤーエンド イン東洋館藤浪新事 VS 町収録主催チームフルスイングでのこぼれ話をお届けする。新日本プロレス恒例のアズ共同ム大会は来年初めて1月45日の2連戦興行。レスト RUKIN グドム14イン東京ドームとなる。 さらに、同じ東京ドームシティ内にある高楽園ホールで、プロレスリングノアが4、5日の2連戦を初開催する。来年がプロレス入門50周年になる藤波は1月4日の獣神サンダーライガー引退試合1でライダー。 グレート、サスケ、タイガーマスクと区民で、佐野直し大谷進二郎、高岩隆一、田口隆裕組と8人タッグマッチを行う。元社長の藤波が新日本に参戦するのは208年1月4日の RUS レキング DOM に以来12年ぶり。これについて楽屋で藤波に話を聞いた。東京ドームもそれ以来のことだ。 12年ぶりですか。1、4は新日本出身者であれば年始めの特別な日で通常工業の1試合とは違う。プロレスファンにとっても楽しみにしている日ですね、都外戦を喜んだ。プロレス界のドーム初進むでとなった1989年4月24日の格闘へ星星東京道夢から出馬している藤波。 1991年3月21日のスター系ードイン東京ドームテリック・ウレアーから NWA 世界ヘビー級王座をダッシュしたことが最大のクライマックスだろうその後大移道は向こうにな勝負数え歌も東京ドームで一度だけ実現している 最初の1月4日開催となった1992年の進む先進東京ドー夢。で、u ピーヘビー級王者だった藤波がグレーテスト18クラブ認定王者だった長州力とダブルタイトルマッチを戦っている。長州がリキラリアット3連発で勝利。 来年の1、4、5のドーム大会では4日のメインイベントで UGP ヘビー級王者の岡田和地か31に飯伏フ太、37が挑戦しセミファイナルで IWGP インターコンチネンタル王者の J ・ホワイト2、7に内藤哲也37が挑む そしてその勝者同士が5日のメインイベントで史上初めて2冠無理をかけてダブル選手権試合を戦うが、それ以前に藤波が IWGP のダブルタイトルマッチを行っていたのだ。前述のフレアートの NWA 世界ヘビー級戦も IWGP とのダブルタイトルマッチだったし、ドーム大会以前では、 ユーグー王者の藤波がケリー、フォン、エリックの WCWA 世界ヘビー級王座とダブルタイトルマッチに勝利したこともある。藤波はタイトルマッチは特別なものでシリーズもタイトルマッチが行われる最終戦に向かえ入れて盛り上下ていく。ベルトは誰もが腰に負けるものじゃない。君が台が流れて気が引き締まりましたね。 選手がベルトを引きずったり放り投げたりするのを見ると目をせけたくなる。タブルタイトルマッチはいいことじゃないですか。選手がもう一回勝ちを高しめていってほしいですね、と後輩王者たちにエールを添った。聴衆は今年6月26日のポエアール HALL2019 波ダッシュ入場案 A ビーギンス後楽園ホール。 で引退したが、ノアの親会社、リデットエンターテインメントの会長を務めており、4日のノアラクその大会でサイン会を行う。かつて名称深添え歌を繰り広げた藤波と長州が令和の時代に協業戦争という図式だ。藤波は僕は4日だけだけど、2連戦は初めてで、これにノアがぶつけてきた。いいんじゃないですか。 昔は協業戦争なんて言ってたけど今は違う。プロレスファンもムードが高まってちょうど WWE のレッスルマニアと一緒で。一週間ぐらい会場周辺がプロレス一式になる。サイン会とかプロレスにまつわるイベントがいっぱいあってと2015年に WWE のとの同ホールオブベイム。 入り式典に参加した時の体験を振り返り、ドームシティのプロレス祭りを喜んだ。聴衆はトークバトルで藤波さんはまだできるからね、とフル復帰を祝福。リデットの仕事でノアの試合を見たけど、清宮くん GHC ヘビー級王者清宮海斗。 と拳を11月2日両国国技館での GHC 戦は自分たちの世界を作ってる今のプロレスというのは今の時代ですよと評価したプロレスって変わってきてますね両団体の王者たちには145-2の2連戦で両レジェンドを唸らせる紳士イプロレスを見せてほしい